はい、エリンギ栽培10日目です。いよいよキノコの根元のような感じのができてきましたね。ちゃんと釘市場は湿ってるようです。キノコの原型と思われる部分はしっかり土台ができてきまして、先端がちょこっとできてきますね。茶色い部分が傘になるのでしょうか。ここまで来たら一気に成長してきそうですね。菌糸ブロックの至るところから小さいキノコのようなのができているので、大量に豊作になるかもしれません。楽しみですね。いや、終わります。